あいにくの雨模様の中、あの男の特別レッスンが始まる。こんにちは、早見もこみちです、今回はですね、早く、うまく、かつ、スマートに、運転できるようにですね、谷口登ってるのテクニックをですね、ちょっとだけ、ズブの素人のあなたたちに、ちょっとだけ教えたいと思います。まあ、今日はね、あいにくの雨模様ですが、まあ、基本的にね、あまりテクニックが変わりませんの でその中で、サーキット編と、街乗り編とこの2つに分けてやりたいと思います。数々のチューニングカーで記録を更新し、今最も速い男と呼び声高い谷口信輝。レース、ドリフト、タイムアタックと全てをハイレベルにこなす根底には、美しいドライビングと経験から導き出された独自の理論があった。今回はその最初の一歩を分かりやすくレクチャー。谷口イズム凝縮、スマートドライビングへの道。運転の前に正しい姿勢をお勉強。まずですね、正しいドライビングは正しいドライビングポジションからということで、ドライビングポジションを説明したいと思います。よくね、街中で乗ってる人は割とこう広めにね、なんか椅子もだいぶ下げて、背もたれもだいぶ、これバケットシートだから背もたれが寝ないんですけども、背もたれもだいぶ寝かせて、結構なんかどうでしょうね、こうだいぶ、ね、寝た感じでハンドルの下をこう持ってる感じのね、人が多いと思うんですけど、まあそれはそれで別にそういうのを好きな人はどうぞって感じですけど、谷口流のドライビングの話で言いますと、椅子にはですね、しっかり、座ってですね、なるべくシートと体が密着してる部分が、触れてる部分が多い方がいいんですよ。っていうのは、車からこう入ってきたインフォメーションがこう体のセンサーを通じて、運転手に入ってくるので、なるべくシートにはたくさん触れてる方がいいです。なのでノーマルシートよりはバケットシートの方が体に触れてる部分が多いので、たくさん情報が入れれると。そして、大事なポジションですけれども、やはりですね、その足の距離と手の距離がもちろん大事ですけども、まずはですね、大事なのはステアリングを回すことですよね。コーナーをですね、こう曲がってるイメージをします。左カーブが来てステアリングを切って、運転手に G がかかってます。 G がかかってシートにこう寄りかかっているような状態、この状態で運転手に G がかかっている仮定をした状態でステアリングをこう切っていって、このここが一番遠いところに回したハンドルを回した時に、手がこうピーンとこう伸びきってて手が届かないような状態にならないように、自分に G がかかっている状態でこの一番遠いところに手が届いて、なおかつちょっとだけはゆとりがあるぐらいのイメージでハンドルとシートの位置を決めるのがいいと思います。あんまり近すぎてもね、もつれるというか、うまくこう回しにくいと思うので、適度な、何事も適度な位置が大事です。では早速、街乗り編から行ってみたいと思います。街乗りで彼女とかをこう車酔いとかスポーツカー嫌いとか言わせないようなスマートな運転を教えたいと思います。では実際に街乗りしながら様々なシーンを想定。アクセルワークですけれども、まあ、基本的に街中でアクセルワークってね、そんなにそのなんか特別なことはないと思うんです。たまにね、高速直線運動、ずっと制限速度60キロとかでスーッと行ってればいいだけなのに、アクセルをね、踏んだり緩めたりってやる人がね、いるんですよ。常にこう踏んだり緩めたり、加速したりエンジンブレーキ使ったり、加速したりエンジンブレーキ使ったりとかっていう人がいるんですよ。あれはね、実に不愉快なので、本人はね、気がついてないんですよ。なので皆さんもまず自分に疑いをかけて、自分がそれをやってないかチェックしてみてください。クラッチをね、切ってシフト変えてクラッチつないでってアクセル踏んでっていうところの中で、どうしてもこう加速が一旦途切れてしまって、どうしてもこう一瞬こう前にお辞儀をするような感じになると思うんですよね。それをですね、なるべくこういうふうに
お辞儀をさせないようなシフトチェンジをね、させることができるとね、シフトチェンジというよりはですね、クラッチのつなぎ方、切り方つなぎ方、そこら辺が非常に大事かなと。まあ理想なのはエンジン回転数と速度域が非常に合ってて、クラッチを切ることよりも次のつなぐところのね、迅速にあの坂道発進のようなクラッチのつなぎ方ができるかどうかですね。わかりますか？こうシフトを変えるたびにバーンと離すんじゃなくて、すぐ当たり面を探して、当たり面のところにスッと当てて、そこから優しくつなぐんですけども、それもとろいとダメなんですよ。これがやはりね、女性からするとこのマニュアルミッションの車をギクシャクすることなく、こう円滑にスムーズにスマートに運転したらね、これはねやっぱりこうアピールポイントの一つだと思うんですよね。シフトをね変えてるのバレないような、シフトチェンジができると最高ですね。で基本的にはこう強引にねガンガンガンってやるんじゃなくて、優しくそっとね、女性を扱うかのようにこう扱ってください。もう無理に力でゴーンってやるのはねスマートじゃない。ミッションっていうのは基本的には真ん中ニュートラルのところはね、これ戻すとこう真ん中に行くんですよ。真ん中このまま前にやると3、このまま後ろにやると4、これ左右からさらにバネがあってね、必ずねこう真ん中に戻るようになるんですよ。なのでそこも理解して、戻すときもまずニュートラルのところでドンと真ん中に来たところでこう4にするとか、真ん中に来たところでこう3にするとか、ミッションは優しく扱ってください。ここが荒々しくやってると多分女性にはモテない。第1段階としてヒラントがうまくできないんですっていう方は、こう何気なく走ってる時でもギアをちょっと上げて、1個上げてね、でここで1回吹かしてブーンと落とす練習、4速にしてからブーンと吹かして3速にしてみるとかっていうね、ブーンと吹かしてこうギア落としてクラッチをつなぐっていうね、こういう一連の流れを体に染み込ませる。で慣れてきたらこうブレーキ踏みながらブーンとこうねやってみると。まあ、街中でね、コーナリングっていうものがを解説するならば、まあ、そのコーナーを早く曲がれっていうわけじゃなくてですね、例えば本当にこの90度曲がるあのちっちゃな、曲がり角ですね、曲がり角が完全に来てからハンドルを切り始めると、その90度曲がる分のハンドルの切る量を切らなくちゃいけなくなるわけなんですけれども、これがその曲がり角が来るちょっと前からそーっと切っていくとですね、その90度分のステアリングを切らなくても円滑に曲がれるわけなんですよ。イメージ的にアウトインアウトじゃないんですけども、まあ、いかにねステアリングを無駄にたくさん切らずに運転できるかってところも、スマートでスムーズなテクニックの一つになると思います。まあ、あとはね、あのサーキットを走る上でも、街中でも大事なのは目線ってことになりますけれども、まあ、なるべく遠くを見た方がいいんですよ。遠くを見る方がいいというよりは、早くねいろんな情報を入れてあげると、自分にね、あまりもう目先のところだけ見てると情報が入って反応してさあやるってやるまでにもうすごく、どんどん物語は移り変わっていくので、とにかく早め早めに情報を入れてあげて、ゆとりある対応ができるようにしてあげることが大事ですっていうのと、まあね、目線遠い方が、あのいわゆる平行感覚だったりとか、いろんなもののライン取りとかをこう組み立てる上にも有効なんです。なのでなるべくこう遠くだけを一点を見るんじゃなくて、ぼんやりと全体図を見るような感じですね。高速道路で大事なのは
そのむやみやたらに飛ばすのは良くないんだけども、あまりこう人よりねペースが遅いのもね良くないと思う。なのでまあちゃんと流れには沿っていってて、大事なのは人に迷惑をかけないことですね。こちらが急ぎすぎて他の人にプレッシャーを与えるのもいけないし、あまりゆっくり走って後ろの人に、迷惑をかけるのも良くない。そしてですね、まあ、基本的にはこの走行車線を走って、右の追い越し車線っていうのは追い越す時だけこう出ていくわけですけれども、このことをね忘れてる人が非常に多いんですよ。なので、初心に帰ってですね、追い越し車線をずっと走ることをやめると。そうすると、おまわりさんに無駄に切符を切られることもないと。そしてですね、まあ、前方はもちろん見てると思うんですが、前方のあの車、自分の目の前の車だけを見てるんじゃなくて、その前には何がいるのか、その前には何がいるのか、あと左側に何がいる、右側に何がいるとかですね、見るのはもちろん大事。プラス、後ろもですね、どういう状況なのかっていうのをですね、車線変更がしたい時にだけこう見るんじゃなくて、常にね周りの状況を把握して知っておくことが大事です。例えば僕の真後ろには、ハイエースがいます、追い越し車線で今から何が来ますとか、トラックがあそことあそこにいますとかですね、この見てる状況と、俯瞰で今僕のこの周りにはこういう感じにいるってことをですねイメージしていられるようにですね、位置関係を常に把握しておくってことが大事ですね。これは街乗りでスマートに走るところにも役立ちますが、サーキットを走る上だったりレースの時とかですね、いろんな場面で役に立つので、常に、前はもちろん、この左右のミラーとルームミラーともいろいろ見てですね、常に周りの状況を知っておくことが大事です。僕なんかこう前見るのと後ろ見るのが同じぐらいの頻度でこう見てると思います。